はい、こんにちは、ちちちゃです。今回は今週6月の22日の金曜日朝の9時より配信が開始されます期間限定のイベントクエストの先取り情報をご紹介したいと思います。まずは何よりもこちら、歴戦王ワルハザクのクエスト、静寂の帳です。ワルハザクはもともと古竜の中でも体力が高いモンスターですので、歴戦王キリンと同じく体力が倍になると仮定すると、とんでもない体力モンスターになりそうですよね。また攻撃力がさらに上がると、体力増強レベル3を積んでいたとしてもブレスであれば一撃で力尽きそうです。歴戦王ワルハザクの報酬で入手できるチケットを利用してウルズガンマシリーズが作成できます。また重ね着装備のデスギア衣装も作成が可能です。歴戦王キリンと同じであれば合計で7枚のチケットが必要となります。1クエストで必ず1枚は入手できるので、この2週間で最低7体倒せば良さそうです。歴戦王ワルハザクの対策動画もいくつかの武器で作成させていただく予定です。続きまして、来ました、私も大好きなこの神クエスト、食という欲の扉を開けです。このクエストは2分弱で終わる怪クエストなんですが、1クエストあたり3枚から6枚お食事券を入手することができます。お食事券の大切さに関しては以前投稿させていただきました脱おすすめ定食の動画をぜひご覧ください。いつも他の目玉になるようなクエストとセットで来るので、たくさん回せなくて悲しいんですが、来週も頑張ってお食事券を集めていきたいと思います。続きまして、新緑のブルースです。このクエストは金冠収集クエストで、ドスジャグラス、プケプケ、トビカガチ、アンジャナフ、リオレウスの最小最大金冠が出やすいクエストです。金冠を集めたい方には嬉しいクエストとなっております。続きまして、丘の上の雪見桜です。こちらは流玉、砲玉、攻玉や歴戦の調査クエストを集めつつ、ハンターランクが上がりやすい神クエストです。歴戦王ワルハザクにハンターランクが届かないハンターさんは、ぜひこちらのクエストでハンターランクを上げてみてください。同じくハンターランクが上がりやすいクエスト、調査、万学流、草加流です。こちらもハンターランクが非常に上がりやすいクエストなので、丘の上の雪見桜に飽きたという方はぜひこちらも挑戦してみてください。もちろん各種攻撃も入手しやすくなっております。ただしアンジャナフが危険度1なので、調査クエスト的には少し美味しくないです。そして最後に共闘ヤックヤック、こちらは素材報酬が多くもらえるクエストですので、モンスターハンターワールドを最近始めたという方には嬉しいクエストだと思います。ということで、来週のイベントクエストの先取り情報でした。とりあえず楽しみなのは歴戦王ワルハザクですよね。対策動画も早めに出していきたいなと思ってます。ということで今回は以上です。最後までご視聴誠にありがとうございます。励みになりますので、チャンネルの登録と高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。またねー。